みんな集まったわね。では作戦の説明を行うわ。現在兵権を奪った元安は要塞と化した競技場に潜んでいますわ。ですが多数の空中戦艦と大量のコーマによって競技場に近寄ることができません。この固い防御を突破するのが空中戦艦ミカサの役目よ。大きな被害は避けられない。でも絶対にあなたたちを競技場に届けますわ。スミレさん、危険なのはお互い様ですもの。そんな顔はしないでいただきたいですわ。競技場に入って命がけの戦いはむしろそこからです。せやからそこまでの道はドーンとあてらに任せとけばええんや。ありがとうございます。必ず必ず期待に応えます。とはいえ今回は今までにない熾烈な戦いになるわ。指揮を取るあなたの身にも万が一のことが考えられる。だから神山君、帝国歌劇団花組の副隊長を決めてちょうだい。花組の副隊長ですか？そう、あなたのそばにいてあなたを助けてくれる人。そしてあなたが自分の意志を思いを託せる人よ。俺の正義の意志を、平和への思いを託せる人。わかりました。重要な決断よ。決心がついたら私に声をかけてちょうだい。清十郎、アザミを副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。神山さん、クラリスを副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。神山、アナスタシアを副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。神山、初穂を副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。十郎さん、さくらを副隊長にするか。よし、決めたぞ。花組の副隊長はさくらしかいない。花組の副隊長は決まったかしら？決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、さくら、君が副隊長だ。私が頼むぜ、さくら。さくらなら安心して背中を預けられる。ついにというか、ようやくというかですね。さくらなら当然だわ。おめでとう。本当に、本当にこんな私でいいんですか？俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。
俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。嬉しい、嬉しいです。私精一杯頑張ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど、花組は全員揃ってこそですわ。みんなで神山くんを支えてあげてね。はい。では作戦開始よ。総員準備はよろしいですわね。目標、帝国競技場、空中戦艦ミカサ発進。主砲発射準備。主砲発射準備。手を止めるなよ、急げ。主砲照準固定。目標競技場外壁、着弾誤差予測1メートルありません。いけます。主砲撃て。やった！競技場外壁の破壊に成功したで。このまま内部に突入しますわ。期間最大。新たな敵です。何としても突破するのよ。神山くんたちを競技場に届けるために。そら分かってるけど、こいつはきっついで。副砲開け、全力応戦。被弾率 40% を越しました。航行不能まで予測3分。競技場につければ沈んでもいい。なんとか持たせて。敵の攻撃が止んだ。敵艦発砲停止。これは一体。原案総鉄。落ち着きなさい。ただの幻よ。すでに帝剣は発動した。弦と降臨までもうあとわずか。今さら貴様たちが抗っても無駄だ。俺たちは決して諦めない。何を言っても無駄だ。お前たちはそうかもしれん。だが、そこの女はどうかな。スミレさん。ゲントの封印が解ければ、確かにコーマ王様は復活する。だが同時に、旧過激団の者たちも帰ってくるのだ。お前はそれを望み、それを願い、長きにわたって戦い続けてきたのではないのか。わかるか。お前の目的は我が目的と同じなのだ。逆らうなスミレよ。今すぐ撤退し、ゲントの降臨を見守ってくれ。から降りるのだ。そして我と共に祈ろう、ゲントの復活を。スミレさん。あの時、あと一歩のところで
私の霊力は尽きてしまった。私は取り残された。みんなと一緒に行くことができませんでしたわ。目の前で手を伸ばせば届くような、そんなわずかな距離なのに、私はみんなが消えていくのをただ見つめるしかできなかった。みんなに会いたい、それだけを思い続けて、眠れぬ夜を何度過ごしたことでしょう。その気持ちだけは嘘偽りのない真実の思いですわ。そうだろう、わかるよ、痛いほどにね。だがそれもゲントが復活すれば終わる。共にその瞬間を喜ぼうではないか。お黙りなさい。さくらさんはいなくなるとき、目の前で私を見て笑いましたの。よかった、すみれさんが残ってくれて。これで私たちがいなくてもテイトは安心だって。みんなを助けるためにコウマの口車に乗ってテイトを危険にさらす。はっ、そんなことをしたら花組のみんなに顔向けできませんわ。悪を倒して正義を示す、私を、帝国歌劇団花組をなめないでいただけますこと。スミレさん。貴様、その言葉もう取り消すことはできんぞ。ならばかかってくるがいい。貴様らに真の絶望を教えてやろう。スミレさん、かっこよかったです。ありがとう。いや、お金だろ。これが帝国歌劇団花組トップスターの貫禄ですか。里の掟103条、神崎すみれは怒らせるな、絶対だぞ。さすがね。本当に良かったんですか。ええ、あの方たちはしぶといですから、きっと自分たちで帰ってきますわ。敵空中戦艦の砲撃やで。うひゃ、すごい数や。花組隊員は出撃準備を。今すぐ量子戦闘機に乗り込んでちょうだい。これから先命の保証はできませんわ。もしミカサが落ちても脱出して絶対に競技場にたどり着くのよ。スミレさん、行きなさい。花組は機体に搭乗せよ。突入作戦を開始する。了解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 。敵艦一斉に行動を再開しました。次々と砲撃してきます。ちょっと待ってや。この数は下げ、敵ミサイル多数来ます。あかん、これを受けたらもう止まってまうで。上海歌劇団参上。よっしゃー。ユイさん、助けに来たよ。遅れてごめんね。ありがとう。敵はまだまだいるんだ。行くぞ。了解。まだ
前進ですわ。彼らの意志を無駄にしてはダメ。進むのよ、前へ。王に逆らう者に鉄槌を。くわえ、断罪。オーバーロードエクスカリバー。どうやらここまでだ。だが道は開いた。行け、帝国歌劇団。ありがとう、アーサー。ありがとう、みんな。みんな無事？なんとか大丈夫です。死ぬかと思ったで。神山くん、そっちは大丈夫？はい、これより花組は競技場内部に突入します。私にできるのはここまで。あとは頼みましたわ。絶対に生きて帰るんやで。ご武運を。ここまで来てもらったんだ、負けられねえぜ。もちろん負けるつもりなんてありません。絶対に経験を取り戻す。そして帝都に平和を。行きましょう、清十郎さん。よし、行くぞ。帝国歌劇団花組出撃。了解。